はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さんヘビリンだよん、チェックというわけでございまして、改めましてこんにちは、斉藤ヘビゾーでございます。お元気にしてるザマスかしら。さあ今日もですね、ヘビゾーのお待ちどうさま、大相撲今日だって親王朝のお時間がやってまいりました。この糖尿病の畜生の野郎って、そういうこと言っちゃいけないザマスはよ、というわけでございまして、今日もラジオ配信をさせていただきます。よろしいざますか。さあ今日はどんな話題ざますかね、お楽しみ遊ばせざますわよ、というわけでございます。さあそれではですね、今日もお客様のお耳を拝借いたします。それでは番組スタートです。よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザマスだよ。さあ今日はですね、例のこのね、ここ数回、ラジオ配信でお話しさせていた、あのね、白鵬ちゃんが指示をして、春馬富士がね、高野岩を半殺しにしたって、どつき倒したってやつでございました。ザマスはね、あの鳥取巡業のお話、ところがですね、これではですね、一方的な見方しかしていない変更があるということでございます。ですからね、元弟子が告発した高野岩の暗部という部分をお話しておきましょう。はい、高前という方から聞きました。高前は2011年5月場所で初土俵を踏みました。元高野花部屋の元力士である。高野花部屋初の大卒力士、明治大学出身として話題になり、2012年11月場所では西幕下7枚目まで番付を上げたが、その後ヘルニアを発症して低迷、2016年9月場所をもって引退しています。高前は高野岩の人となりについてこう語りました。気性が激しく気分屋で、ガキ大将みたいなバカです。何でも自分の思い通りにいかないと思っているようなところがあります。すでに引退している高前は、この裁判で利害関係がないだけに、その証言にはそれなりの信憑性がありました。高前が高野花部屋に入門した年の11月場所のこと、高野花部屋では宿舎の引っ越し作業があり、力士たちが手作業で荷物を運搬しています。高前は携帯電話を宿舎に置いたまま作業していましたが、終わると高野岩が高前を稽古場に呼び出しました。てめえなんで電話に出ねえんだよ。作業中で電話を宿舎に置いたままだったのですが、相撲部屋では先輩に言い訳をすることは許されません。高前は大卒のため、年齢学年では高野岩より一つ上だったが、入門が早い方が先輩という各界のしきたりである。おめえのことぶん殴ってやろうかと思ったぜ。その後高前は高野岩からいじめに悩まされることになります。高野岩が関取に昇進してからのこと、高前の1年後輩にあたる高野岩の付け人が些細なミスをしたことがありました。すると高野岩は高前にこう命じました。あいつをぶん殴っとけ。高前は付け人を殴らず、代わりにこう言った。関取が怒っている、仕事はちゃんとしておけ、あとは俺に殴られたということにしておいてくれ、いいな。ところが翌日、高野岩が高前を呼び出した。おめえ言った通り、あいつを殴ったのか。殴ってないだろう。高前が殺気を感じた次の瞬間、高野岩がぶち切れた。なんで殴らなかった。同時に高野岩の理不尽なパンチが高前の顔面にヒットし、口の中を切った高前は飛んだとばっちりを受けることになった。高前は師匠と高野岩の関係についても次のように証言する。2016年7月場所、名古屋場所において高前は高野花親方の部屋でこう聞かれたという。最近高野岩はどうだ。一瞬答えに詰まった高前に対し、高野花はこう言った。親方はな、バスカの友達と宿舎のトイレで鉢合わせをした。そういうことよくあるのか。高野花部屋では地方場所の宿舎に部外者を入れてはいけないという規則になっていたが、高野岩はよくモンゴル人友人を連れ込み宿泊させていたことがありました。それを知っていた高前は引退を控えていたこともあり、正直に答えた。そうですね。すると高野花親方は厳しい表情を浮かべてこう言った。そうか、もうあいつも十分稼いだから、そろそろいいだろう。引導を渡してやろうか。高野花親方が日頃からモンゴル人同士でつるむなと指導していたのは有名な話であり、高野岩の振る舞いに腹を立てている気持ちはわかる。だが引導を渡してやろうかと言ったとすれば穏やかではない。
鷹舞によれば、いつもは稽古場で細かく注意を飛ばす鷹の花親方が、この名古屋場所に限っては鷹の岩に対してのみ稽古場で指導をしなかったと証言している。もっとも指導を受けなかった鷹の岩はノーストレスだったせいなのか、皮肉にもこの場所絶好調、東前頭10枚目で優勝時点の12勝3敗、関東賞も受賞するほどの大活躍であった。鷹の岩についてはかつて鷹の花部屋に所属した元序二段力士の小関、2016年9月引退や元三段目で2012年から2年間鷹の岩の付け人を務めた鷹匠馬、2014年7月引退らも被害を受けたという意見を証言している。九州場所の宿舎で鷹の岩にエアガンで撃たれた。鷹の岩の得意技はブルースリーのワンインチパンチで、後輩は皆餌食になっていた。徳永英明や荻野目洋子の曲を YouTube で再生し、曲に合わせて歌や踊りを強制させられた。高校時代のニックネームはジャイアンで、鷹の岩の母校である鳥取城北高校の相撲部員が鷹の花部屋に稽古に来た時、あの人大丈夫ですかなどと部員たちに心配されていた。入門の頃から米研ぎや洗濯、掃除などをサボり、他の仲間に押し付けていた。ちゃんこを囲む時の口癖は、日本人ってバカだよな、だった。正直なところ、いじめというより、いたずらの延長のような気がしないでもないのだが、明るいいたずらとして受け止められていれば、部屋を去った弟子たちがこうして古巣に不利な証言を寄せることはないだろう。余談ではあるが、エアガンは相撲部屋におけるいじめ問題における定番ワードで、狩猟本能が強いのか、同じ部屋の力士をエアガンで撃つという趣味を持つ力士は実に多い、気違い変態である。鷹の穴部屋では2016年5月場所で佐藤、現貴景勝が十両に昇進するまでの数年間、鷹の岩が唯一の関取だった。モンゴル出身の関取が一人だけという状況が続いていたということは、鷹の岩が普通に振る舞っていたとしても、何かとやっかみを受けやすい状況が生まれたとしても不思議ではない。鷹の岩が春馬富士から暴行を受けたのは2017年10月のことであったが、その直接の理由は横綱白鵬ちゃんが日頃の言動について論説をしている際、鷹の岩がスマホを操作し、それを咎めた春馬富士に対し、彼女からのメールですと答えたことがきっかけだった。もちろんそのことと暴力行為は別次元の問題だが、鷹の岩はまさにその1年間に訴訟に出廷したり、陳述書を提出したりしていた。そのことを春馬富士が知っていたのかどうかはわからないが、かなり以前から春馬富士が鷹の岩の先輩に対する態度に不満を持っていたのではないかという疑念が深まるのである。というわけでございました。次回はですね、このお話の続きにですね、部屋の壁に血しぶきがついていたというところに入りたいと思います。私は双方の側面、どちらの側面も見て、決して平行な、転向した報道はしません。私の結論から言うと、相撲取りはどいつもこいつもろくでなし。ですから、相撲協会を解散しましょう。ね、公益財団法人を剥奪しましょう。相撲協会をぶっ倒すという形のスタイルを取っていきますので、よろしくお願いいたします。そして、相撲協会を支援する人は、あなたもあなたもあなたも全員統一教会という形で認定させていただきます。ね、相撲を擁護する人、相撲を好きな人、ね、あの白鵬ちゃんがなんか宮城の親方になって頑張ってください。そんなあなたはみんな統一教会信者です。よろしいですね。あなたたちは、私のとこに来るね、そういうバカ相撲不安の方たちはみんな統一教会に認定します。あなたたちは、ね、相撲協会というのはね、相撲議連やそういう人たちがくっついていて、みんなお朝鮮を後ろにつけています。そういうあなたたちはみんな統一協会です。よろしいですね。間違いはないです。これに何かご意見のある方はどうぞおコメントにてどうぞ。ね、すべて私がね、論破して差し上げますから、どれだけ私がこの統一協会を調べ上げているか。ね、お朝鮮とかそういうのね、童話だとかいっぱい調べてるんでございますわね。よろしいざいます。さあ、そういうわけでございまして、まあ、次回お楽しみください。まあ、今日はですね、もう土曜日ですし、ね、まあ、そんなにね、皆様もゆっくり吸っていることでしょうし、私もゆっくりしてるんですね。ですから、この辺で終わらさせていただきますが、ご挨拶しておきましょうね。ねっちゃんは今あってきたからもういいわと。はい、川原さん、おコメントありがとうございます。
瀬戸内さん、おコメントありがとうございます。はい、松山親方様、おコメントありがとうございます。森子先生、おコメントありがとうございます。愛国さん、おコメントありがとうございます。まだまだ他にもね、たくさん、おコメントをいただいてありがとうございます。まあ、土曜日ということでね、ちょっとお時間がありませんので、お名前をね、上げさせていただくことをですね、ちょっと割愛させていただきます。どうぞご容赦いただけたら幸甚です。それではですね、もうこれにしときましょう。今日もね、エンディングでございます。花田勝氏がみんなどいつもこいつもろくでなしというか、まあ大体モンゴルから連れてくるなんて、大体そこが間違えてるんじゃないの。日本人のなり手がいなかったら相撲やめたら？どうなの相撲協会ちゃん、あんたたちお金が欲しいからやってるんでしょ。相撲協会の親方連中、お前たち少しでも相撲協会って信じたとかなんとかって、何、腹の底から少しは思ってる？お前たちあれだろう、金儲けとしか考えてないだろう、この豚野郎、このクソ豚野郎、このただの肥満体、この糖尿病野郎、この高血圧野郎、この野郎、くたばりやがれって、そういうこと言っちゃいけないざますわね。で、そういうこと言っちゃいけないぞ。お丁寧に言わないといけないざますわよ。この糖尿インペアローって、そういうこと言っちゃいけないざますわね。ダメよ。ダメよ、マサピー、そういうこと言っちゃうね。というわけでございまして、ね、この豚野郎どもにね、攻撃は必要ありません。もう相撲なんかいりません。ね。もうこのデブども、豚どもね、日本から出て行ってもらいましょう。ね、日本から出て行けって、今ね、またヘビリン。8月に入ったら国技館の前でやるザーマスはよ、凱旋車乗りつけて凱旋ぶっかけるザーマスからお楽しみ遊ばせ。ヘビリンの得意なのまたやるザーマスはよ、このお前たちこの野郎ってやるザーマスからね、お待ち遊ばせね。というわけでございまして、素敵な週末をお過ごしください。それではまた次回お会いいたしましょう。それではお客様、皆様ごきげんよう、さようなら。